はい、こちらタマンバリです。缶付きタイプの、タマンバリになります。こちらの針の、結び方ですねをちょっと紹介したいと思います。だいたい使う、針数が、結構太めが多いので15以上ですね。こういったタマン針の24号とか使う場合は、針数がだいたい12号から16号ぐらいが、いいと思います。まあ、太くてもこの穴に、通る太さで、やってください。でまずこの針側の方の穴から1つ糸を通します。で、ここから外掛け結びをやっていくんですけども針に沿わせて折り返します。で、ここをくるくると、巻いていきます。だいたい針数の太さにもよるとは思うんですけども、だいたい7回から8回ぐらい巻いてもらったら十分だと思います。で、あとはこの手前の作った折り返した輪っかに糸を通してで引っ張ります。でここでしっかりと、締め込んでください。もう締めるときにここの部分を、口、唾や、水、まあ、水の中でちょっと湿らしてからしっかり締め上げる方がいいと思います。で、必要であればこちら、端糸の方をペンチで挟んでしっかりと、結んでください。で最終、結び終えたらこの針を、そうですね、なんか缶とか、チャックの輪っかのところに引っ掛けてしっかりと締め上げて、完成です。で、余分な端糸は折り返して で、 できたらなんですけども、この端っこの糸をペンチで先っちょをこう潰してください。で、平らにすることによって、もし衝撃的にキュッて引っ張った時にこれが抜けそうになってもこの潰れたところでこのラインは抜けにくくなりますので、こういった感じで缶付きの針はこういった風に結んでもらうのがいいと思います。